輩の登り流浦部光也。K1 甲子園終わってからはもう絶対大学には行かないと思ってて、絶対これ一本でやるって思って、やっぱり覚悟を持たないとダメだと思うんで、有名になるには。トップを目指し兄と共にチームドラゴンへ。どうしても道場の中だったら自分が一番だったんで、やっぱりもっと追い込めるところ行こうかなと、チームドラゴンの方に。いや最初の頃は本当にきつかったです。もう本当にみんなすごい先輩なんで、スパーリングでも鼻血はもう当たり前で。対するは結構もうみんな東京のジム実績とか結構いますからね。東京の選手には負けたくないっていうか、マックスには佐藤選手もいるし、 K1 甲子園にはうちの野口坂部とかもいるし、なおが熱いぞって、なおが今熱いんだぞ、見とけよっていうのはありますね。名古屋の新星、大石俊介。若手対若手みたいになってますからね、今回。若手の中、まあ、僕が一番強いです。今、プロで7戦してるんですけど、一応7連勝して、とにかく負けなければ注目されると思うんで、それで最短距離でいけると思うんで、トップ戦線に。若手同士の潰し合い。ハートかな、気持ちですかね。気持ちで回れてローで効かして、ハイで倒すっていう。ローの蹴り合いとかやっぱりお客さんに伝わらないと思うんで、パンチの方がお客さんは盛り上がると思うんで。ド派手にハイキックで顎先パーンって落としたいですね。大石俊介 VS 浦部光也。